洗顔2セットと新生物2セットでニーロありですか。ああその話もしようと思ってね準備してました。この画像じゃなくてでんシュ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 新生物です。まあ解説動画っていうかなんか昨日まとめ動画出したんでそっちでさっくり触れてるんですが、どうやろな新生物あんまな一緒にパッとしないよな。ちょっと待って一回、まあ、新生物について語るか。後半のさ下の生物さスキルと爆発にダメバフマックス 50% 入るってなった時にうわめっちゃ強えって思ったけど、発動条件と継続時間読んだ時に一気に萎えたんよな。ここまで持ち上げられて叩き落とされた気分なん久しぶりやわほんま。これギシアしか無理です。正直まずニーローは HP マシマシにすればするほど強いんで、まあ、洗顔2で HP20% 持ってね、この何花海観覧の光か、洗顔に花海2で HP40% 生物で盛るのは十分強いと思います。ありです。うん、てかそれが一番だね。できるなら4セット効果の話だよな。ディシアは5回自傷旬の楽勝なんですよ。なんでかっつったらディシアはダメージ肩代わりするときにさ死病の血っていうのにダメージを蓄えて、これか赤病の血っていうのに蓄えて、まあなんかディシアが肩代わりしたダメージを10秒間かけてね小刻みにダメージ受けるんですよ。ロルのデスダンスですね。ちょロルやってる人しかわかんないかもしれんけどまあなので、まあ、ちょっとでも赤ダメージ肩代わりしたらもうそれでダメージ受けるのは楽勝なので、ディシアだったら完全発動余裕ですけどね。ディシアとアタッカーニーローでちゃんと自傷できる人しか使わない。上の生物はタルタリアだったら強いですけど、タルタリア以外はあんまいらないかな。なんかね、ちょっとパッとしないね。だから、行く秋強化にはならなくない？どうだろう。まず、行く秋の元素爆発、左右旅行はスナップショットしません。だ自分のステータス常に使います。効果が完全発動できれば、上の生物は水バフ 30%、攻撃力 25% 上がるんですけど、行く秋は絶縁4がめちゃくちゃ強いから絶縁4でいいじゃん。新しい生物バンバン出すけど、中途半端な性能だったら全部絶縁4でいいんだよね。行く秋でスキル爆発使って通常超当てしたら効果発動か。まあまあ、悪くはないけど、絶縁4でよくない？水バフ 30% ぐらいだったら。だって、絶縁4セットってぶっ壊れないよ、マジで。2セットで原茶 20% 上がるじゃん。だから別に生物でさ、その時計で原茶時計じゃなくて別に攻撃時計とかでさ、サブステータスに原茶がない生物つけてたらデフォルトでさ原茶 100% あるじゃん。で2セットで20上がって120じゃん。その4分の1が爆発のダメバフになるんで、絶縁って何もしなくても、原茶全く意識してない絶縁読んでも原茶 20% と爆発のダメージバフ 30% なんよ。いかれてんねんこれ。爆発のダメバフ 30% 原茶 20% って何もしてなくてもね、原茶持ってたらもっと増えますしね。勝てねえよ。もうそれでいいじゃん絶縁。もう爆発が強いキャラクターみんな絶縁読んでいいんですよ。強すぎんねん。下の生物ディシアに合うよねみたいな話してたじゃん。まあ、なんですけど、有志によると、なんかダメ系した人たちがいるみたいで、それによるとね、絶縁4セットのディシアは、ディシアって爆発70で重いじゃんか。だから、結局絶縁4のディシアと、この花海観覧の光のディシアで、まあ、トータルの DPS、その使い勝手の面とか、トータルで計算したらトントンっていうね、何も変わんないっす。うん。残念ながら、はい。ダメージバフ 50% スキルと爆発に入りますよぐらいじゃ、ディシアはもう救えないんで、ダメなのよ。それぐらいじゃ足りないのよ、ディシアを強くするなら。ちょっと寂しいっすね。しゃあないな。あんま生物では環境変わんないっすね。うん。ディシアは多分強化が入ると思うので、まあそっちに期待しましょう。まあ入らないかもしれんけど、まあまあ 3.6 から工場入りするんでね。うん。騙されました。帝京生物メルメロ大学スポーツ医療経営学幅広い元素反応が学べるんだぞ。騙されました。帝京生物メルメロ大学うわーうわーうわー大爆死。